はい、どうも。えっ、ー、と、こいだですね、こいだこう、田中富広に代わってですね、えー、記者会見を開いたあの、テッシーさん。テッシーさんの横には、福本っていう、えー、おそらく、ま、教団信者、韓国系弁護士ですかね。ちょっとわかんないけど。そんな方がいる中でですね、テッシーさんが喋ったんですけど、テッシーさんはですね、 もう、有田良志夫とかがパッと見るとですね、あの人は幹部でも何でもないんだから、あの人に何聞いたって無駄だよ、みたいな感じのことを言うわけですよ。で、今、あの、うん、なんかね、証券会社に働いてたんだけど、辞められまして、で、教団の方でですね、うんなんだろう 競,競技のビデオをですね、の講師をやっておりまして、あれですかね、テッシー人気に、あの、若い女性が引っかかるとか、そういう風なのを思ったんですかね。テッシーが人気あるとか言ってもね、その30年前なんで、50、50いくつなのかな ?60 手前ぐらいの人なんで、そんなわけにもいかなくてですね。うーん。 どうだろうなお父さんもお母さんも普通の人で、えー、前動画撮ったんですけど、テイシーさんは多分兄弟カープか兄弟原理研究会でですね、引っ掛けられた多分そんな感じの人なので、えー、日本人なのかな名古屋の人とか、名古屋愛知の人とかっちゃうな。はい、えー、なのでね、えー、 なんでテッシーさん選んだんだろうなんか何にもわからない奴にこう適当に話をして、僕が言ってたあれですかね。田中富広が全面に出ちゃうと、出現した時の取り返しがつかないから、誰か、誰かやってくれって言っても誰もやんなかったんでしょうね。で、あの、テッシーさん洗脳されてるから、あの、テッシー、あのー、記者会見やっといてって、お前が、えー、今日から、 統一協会改革部長だ、みたいな。改革本部長にしとこう、みたいな。名前は、って。本部長って言われてるけど、なんかね、取ってつけたような本部長なんで、何の意味もないんですけどね、多分。はい、えー、多分、多分、まあ、有田義生が言ってるんだから、そうでしょう。えー、テッシーさんは、 えー、改革本部長とか名前がついてるらしいけどあの人何にも知らない人らしいよってことではい今回以上です。